今日は2013年の12月17日ですね。朝日新聞の一面には猪瀬都知事の特集会グループから5000万円を受け取ったという話で、最初に説明していたことと実際が変わった。最初の頃には現金を受け取った日に自宅まで、議員会館からまっすぐ帰ってたんだけども、本当は現金を持ったまま事務所によって秘書と打ち合わせをした。受け取った金は一切手に、貸金庫に入れて手を触れなかったって言ったんだけども、本当は保管していた金庫を閉鎖して別の貸金庫に移した。現金を返した日のというのは秘書が9月26日に返したと言ってたんだけども、実際には秘書が9月25日に、おう、はよう、田中さん、左目がなんか網膜剥離で、お、そうそうそう、もう網膜、うん、もう死んじゃってるの。あ、死んじゃってるんだ、なんか、うん、みっともない顔なんてこんなに出たわ、そうな。ああ、あの、カメラ、とにかく壊れちゃった、故障しちゃったんだ、あれ。そうそう、あれ新しいの買ったの。新しいの、うん、新しいだって中古だったよね。なんかあの昨日写りがちょっと変わってたの。ああ、そうそうそう。そう、じゃあ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。おーい。まあ、ということで結局最初の嘘をいっぱいついてて、それをまあ訂正せざるを得なくなっているという状況ですよね。だから本来人の規範としてあらねばならない政治家たちがバレない嘘はつく、突き通せる嘘はつくというふうなことをやってみせている。まあ、こういうことでですよ。まあ、そして彼らが道徳教育をもっと徹底しなければいけないとかなんだらかんだら言ってるわけだけども、繰り返しになりますけども、今道徳教育が必要なのはこういった政治家たちですよね。で、違法な献金を受けていない議員がどれだけいるか。多くの国会議員というのは大体、いろんな企業から違法な献金を受けていると考えざるを得ないような状況があるわけです。そういう議員たちが大きな金を受け取っていて、それらの企業に都合の良い政治をしないわけがないわけですよ。まあ、今の日本の社会の大きな問題というのは企業と政治家のつながり、企業と官僚とのつながり、まあ、そういうもんだろうというふうに思いますね。困ったもんですけども、今日の歌は知床旅情ですね。この歌はまあ有名な歌で、いつ発行されたか書いてないよね。珍しいね。昨日の別れのサンバは1969年で、その次の歌は1970年、明日歌う歌は秋でもないのに1970年、だからまあこの知床旅情も、いつ作られたかは別として加藤登紀子が歌ってるんですけれども、この頃なんでしょう。森重久弥作詞作曲、加藤登紀子歌なんですよ。森重久弥が作ったという、まあ数少ない歌なんでしょうけども、歌ってみますか。よし、thank you.
今日はこれぐらいにしておきます。